おっしゃってましたが、相当染み込んだ形が出てますか？いやね、染み込んだっていうより選手はやってますね。まあそれがホームランも打たれてますけど、これはこれでいいと思ってます。内容がいかに向かっていったのか、それとも完走として打たれたのかって、そこには大きな違いがあると思ってるんですよ。久々に春の日差しが戻った平和台、3万4000人で超満員です。大栄の先発は開幕戦完投勝ちの村田。立ち上がりいきなり連打を浴びてワンアウト二塁一塁。バッターは4番清原。この場面慎重になりすぎたという村田、コントロールが今一つ。結局フォアボールを与えて満塁のピンチを迎えます。デストラーでは打ち取ったものの、続く石井、そして森に連続タイムリーを浴びて3点を奪われます。なおも2アウト満塁。ここで権藤コーチ、早くもマウンドへ向かいます。まあ最初でやっぱりかなり入れ込んでたんで、自分で切ったらいかんのと、最後まで粘り勝ちをやらなきゃいかんということを言いましたけどね。このアドバイスの後、村田は見違えるようなピッチングを見せます。好調な西武打線に対して緩急をつけたピッチングで11個の三振を奪いました。しかし大栄は打線がつながりません。西武の繰り出す新外人ヤング、石井、塩崎に対し得点はソロホームランの3点だけ。結局5対3で敗れ、村田の力投は報われませんでした。まあ、5点というのは、まあ、うまく攻められたなっていう、点は取られましたけど、内容的には非常にいい向かい方をしてるんで、まあ、1年トータルしてやれば勝てるでしょう。